中国では最近、温めるだけで食べられる調理済み食品、ゆずうつあいが話題になっています。話題となった主要な原因は、コロナの流行期間中に多くの地域で PCR 検査を受け負った、新鮮紙隠し金鍵有限講師の創業者である、超隠し市が、新しい会社を設立し、ゆずうつあい業界に参入したからです。超隠し市がすでに儲けらない。 PCR 検査関連の会社を解散し、同時に新しい会社を設立していることが注目を浴びています。情報筋によると、ユズうツわい業界の背後には、中国共産党の有力者が関与している可能性があるとされています。ユズうツわとは、あらかじめ加工調理された食品を指し、包装後に直接、または簡単な調理のみで食べることができるもので、 日本での総菜や半加工食食品、品調理済み食品などを指します。ラジオフリーアジア9月19日の報道によると中国の企業が製造したゆずうには多量の食品添加物と防腐剤が含まれており現在主にレストランやファーストフード店で使用されています最近中国の各地方政府の教育局が企業に対してゆずうを学校に提供することを奨励していますが 保護者から強いい反対が出ています。浙江省、広東省などの地域の保護者たちは、学校へのゆずう導入を止めるよう地元政府に要請しています。中国のメディアによると、取材に応じた人のうち約8割が学校へのゆずう導入に反対しているとされています。ある情報筋は、輸ずうの製造業者は、 ワクチンや PCR 検査を行う業者らと同じ人たちだと明らかにしました。これは、ゆずうつわ業界の背後に、中国共産党の重要な人物がいる可能性があることを示唆しています。また、あるネットユーザーは、ゆずうつわそのものは、恐ろしいものではないと述べつつも、確かに食品の防腐剤などが含まれていることに触れ、少量であれば許容できると指摘しました。しかし、 中国共産党が急に全国的にこれを大々的に推進していることについては心配せずにいられないと述べました。その理由として、輸出剤が政府による統一的な配布に適しており予測可能な食品不足を防ぐための手段であるのか、それとも戦争への備えとしているのかといった疑問が庶民の間で生じていることを指摘しています。アメリカ在住の時事評論家、 広報誌は9月24日に自身の YouTube チャンネルで、米中の対立が全面的な制裁段階に進展する可能性や、台湾海峡での戦争に備えて、戦略的な広報補給保障を強化する必要があるとの仮定を述べました。中国共産党は、軍事用食料だけでなく、社会全体の食料供給の安定性を確保するために、食料を大量に輸入・備蓄する必要があるとしています。 そのため、急速に食料備蓄を整理し、戦時に使用できるゆずうを開発することが、準備の一環として非常に重要であると広報誌が述べました。中国国営メディア、人民網の研究機関、人民網研究院は7月11日、ゆずう業界発展レポートを発表しました。このレポートでは 2022年の中国の輸入彩市場規模が、4196億元に達し、2023年に5165億元、2026年には1兆720億元に達する見込みとしました。また、2022年の輸入彩関連の企業数を小別で見ると、山東省が8654社で最多、次いで広東省、河北省、河南省、湖南省、安徽省、福建省、 高蘇省、吉林省、四川省と続いています。山東省政府は2022年11月16日、全省輸通財産業の質の高い発展の推進に関する意見を発表し、2025年までに山東省の輸通財関連の企業数を1万社超とし、産業チェーン全体の生産額を1兆元超とする目標を設定しました。この目標達成に向け ユーズーツアイに関連する産業チェーンの強化、市場開拓、標準体系の構築、イノベーション能力の向上、支援・保障の強化を掲げ、16項目の具体的な措置を挙げました。レポートでは、ユーズーツアイ業界の発展のトレンドと展望として、政策的な後押しによる質の高い発展へのモデルチェンジ、技術イノベーションによる製品の多様化・差別化などが挙げられました。また、政府に対しては、 標準体系を構築した上での地域産業レイアウトの計画企業に対しては食品の安全を保障した上での消費者満足度の向上を低減していますある情報筋は最近かつての PCR 検査の業界リーダーであった超隠し氏が PCR 検査会社を解散する一方で新たに農業会社を登録し農業及び輸出材関連の事業を 展開するる計画をを進めていることを明らかにしましまた企業情報紹介プラットフォーム、天眼札の情報によると、2023年5月、湖北省武漢市に位置する武漢隠し農業科技有限公司が設立され、各し金社が100%出資しています。武漢隠し農業は主に研究開発に従事する企業であり、その事業範囲には、穀物の栽培、農業科学の研究と開発、 農産物の生産、販売、加工、輸送、保管などが含まれています。北京の経済日刊誌、北京商法は、シンクタンク、中国数日融合50人フォーラムの専門家である、高雄氏の発言を引用し、各資金者が以前に PCR 検査の不正行為に巻き込まれたことが、その信用に悪影響を及ぼす可能性があると指摘しましたまた。 同社の農業及び輸入材への事業拡大は、同社グループのコア能力や戦略目標と一致しているのかどうかについても疑問があります。本業と関係のない事業拡大であれば、その戦略はリスクが高すぎると考えられます。記事によると、武漢隠し農業はすでに、旧国益性という商標の文字と図形を申請しました。国際分類はすべて便利食品に関連しており、 商標の対象となるサービスには、チンごはん、米、米粉、穀物製品、米を主原料で作られたフリーズドライ食品、米や穀物を主成分とするスナック、調理用精米ペースト、食用芳香剤などが含まれています。注目すべきは、チンごはんやフリーズドライ食品などの商品が輸出イに属し、現在、商標が審査待ちの段階にあることです。武漢隠し農業の一連の動きは、 各式金者が、輸送財分野に参入する可能性について、人々に憶測を呼び起こしています。天眼札の情報によると、各式金者は2012年4月に設立され、本社は新鮮市にあり、法人代表者は超各市市で、2022年11月時点で登録資本は3707万元です。各式金は、 もともと遺伝子検査業務を主力としていました。超隠し市は会社を設立して以来、遺伝子検査の事業を急速に拡大し、2022年だけで16の PCR 検査会社を登録しました。当時のデータによると、コロナの流行期間中、隠子基者は7億人に対して、PCR 検査を実施したとされています。しかし、その後、 同社は何度も PCR 検査の不正騒動に巻き込まれまれした。例えば、2020年から2022年にかけて、災南市の子会社の関連する営業担当者は、まだ検査していないサンプルの検査結果を、すべて陰性と虚偽報告していたり、調査士の子会社が非医療技術者を雇って、医療技術に従事させていたり、南州市の子会社が、陽性感染者を陰性と虚偽報告していたことなどの事例がありました。 第一財経の報道によると、これまで、格資金者が投資した62社のうち12社が解散しています。格資金者のこれほど大きな動きは、中国当局の指示が背後になければ、スムーズにできないことですし、さらに、裏に隠された深い原因がある可能性も考えられます。Hey,